り絶対食べたい柿パーティーってわけ。ヤッホーテフテフユカテフです。今はね、柿小屋に向かってます。柿って柿小屋曰く寒い時期にしかないんやって。もう現在ね、3月後半なんでね、急がないと柿小屋が終わっちゃいますよって見たからさ、ツイッターで。天気悪、めちゃくちゃ灰色なんだけど。全然今日ツーリング日和じゃない。どこ、ここ？久々のツーリングで青空と緑をドキドキワクワク、自然のぬくもりを感じようと思ってきたのに、全然無彩色。空は無彩色で私もどん天。みすず柿小屋まで 7.9 キロとなってまいりました。スマホの電源、あー、待って、切れちゃったんだけど、スマホの電源。マジでさ、化石 iPhone すぎてさ、電源ケーブルさせても全然復活しないんやけど、全然つかんないやけど。もうダメだ、5年目の iPhone8 はもうやっぱりもうダメやん。とりあえず進んでみる。海にさ向かえばいいんやない？海やろ、カキなんか大抵。マップなしで看板だけで目的地までたどり着けるか検証スタート。無理無理、やっぱマップ見ないと無理です。検証終了。カン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 。マップなしでとりあえず直進してたんやけど、なんかどんどん家々の方向に向かい、山々がどんどん緑になっていったから、これはもう一生柿小屋に、海にすらたどり着けない。柿小屋なんて今のまた夢だと思って、もうつけました、とっとと文明の危機を。やっぱさ、頼ろう、人間が作り上げた機械にすがろうよ。無理、今さらさ戻ろうってミニマリストみたいで、今さら機械なんて捨てようみたいな、無理無理無理。 AI を頼ろう、 AI 大好き、もう何でもしてくれる AI。 はい、ということでね、マップを頼りに進んでいこうと思いますけど、すごいんだけどカメラの角度、態度悪い男子高校生みたいな角度してる。おい、真面目にしろよ、働けよちゃんと。空ばっか映すな、そうやって自然を求めるな。お前は機械なんだから、人間の言うことを一生聞いてればいいんだ。ちょっと違う、なんかちょっと違う角度が、なんかちょっと違う、映して、顔を映して、もっとちゃんと映してって顔を。そう、その角度で折り直し。おい、もういいよ、好きにしたら。あ、柿小屋見えてきた。なんとかの柿って書いてる。あと2分やって、すぐやん。すぐやないか。プン、うわ、磯の香り香る。海だよエレン。海には商人が取り尽くせないほどの潮があるんだエレン。僕たち海に行こう。見えた柿小屋、見えたカキ小屋。うわー、ハハ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 、俺らの牡蠣がここにあるよ。どこ行こう、なんかいっぱいある。私が見てきたのはあれだな、あの一番端っこのところ。ここにしましょうかね。よいしょ、あ、すごい空。はい、着きました。ということでやってきました、こちら糸島掛川恵比寿丸向かない町ってことなんでね、入っていきましょうかね。気合十分ということで、早速ね、牡蠣と素材を焼いていきます。こちらは牡蠣1キロ1100円、素材1つ200円、千何歩でね、こんなにいっぱい食べれちゃいますよって。もうね、どんどん焼いていっちゃいますよ。ちなみにこちらのお店 BGM にね、ガンガン J-POP 流れてたんで、著作権対策でゆかてふ牡蠣食べたいソングを流しております。ここで登場したのは牡蠣飯です。なんかさ、牡蠣の炊き込みご飯的なやつ、飯見てこれ。なんかさ、時々すごいさ、砂ぼこりがめっちゃ舞うの。なんか砂かよくわかんない、炭的な何かがなんか急に舞い上がるからさ、もうね、びっくりしちゃうわけ。なんだろう、わかる、この牡蠣の下にあるこの炭のやつらが舞って困ってます。普通にむせるしね。で、牡蠣はね、焼いてたらね、勝手に殻が開いてくんでね、そしたらそこにポン酢をかけてお口へゴーシュート。うまし、もうプリンプリンうましなのよ。なんかやっぱ牡蠣小屋の牡蠣は、あの市販でスーパーで売ってるさ、なんかあのよくわからん牡蠣とも比べ物ならもう別ジャンルですね、別ジャンル。もうめちゃくちゃ美味しいので、飲み物もここでジンジャーエールが登場しますと。お酒にさ、一番近いジュースって絶対ジンジャーエールだと思う。
カキ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 パーティーカキ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 パーティーうはー最高ムキーって言ってます。はい、こちら海鮮つながりでカンパチのお刺身ですね。こんなんね、こんなんね、海に面したカキ小屋のねお刺身なんてうまいに決まってる。カンパチがね一番うまい寿司の中で、それはもっとな、サーモンの次に美味しい。これはもう絶対に言えてます。ということでわさびに醤油を溶かしてね、早速ねいただいていきましょうかと思います。カンパチ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 カンパチ先生いただきます。モグリンチョドゥンダン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 、うまし出ました、うましうましうまし、なんだプリップリッギャブって言ってますね、うん多分。でここに来てね忘れ去られてたサザエをね食べていこうと思います。ほら長いのサザエってさ、この殻の中にさ本当に入ってるんかなって、なんかその倍の面積ぐらい入っててさ、あの結構巻きの部分の上ら辺まで身が詰まっててさ、びっくりするわけね毎回。苦いのよサザエって、うまいんだけど苦いのよ、なんかうま苦いほろ苦い大人の味ですね。ビターチョコレートです、ビターチョコレート、これはまさしく。で魚む魚むだよね、ほんとに硬いサザエは、牡蠣とはまた違った味がしますね。むきーということで、この砂ぼこりがもうずっと舞ってるから、ほら見て手袋も真っ白白、髪の毛ももうふけまみれですかみたいになっちゃってさ、まあ、そんなね砂ぼこりなんかに負けずね、私は牡蠣との戦いを続けて牡蠣を食べまくる。うわ美味しそうじゃない、なんかめっちゃこれ、うわ今見てて美味しそう、なんか思い出した、余韻が今また腹の底から出てきた。でもね、やっぱりね忘れてはいけない、牡蠣というのはね恐怖の存在であること。牡蠣というのは本当に怖いの、もう爆弾みたいな、バーみたいな、そんなね牡蠣に怯えてたらね真っ黒クロスケになっちゃいましたよ。今回は敗北してしまいました、人間は牡蠣に、敗北の後遺症たち。はい、ごちそうさまでした。というわけで本日のゆかてふ牡蠣小屋大好き行こうぜツーリング以上となります。牡蠣小屋もねお腹いっぱい食べてね、もう幸せいっぱいなんですけども、一つ言えることはあまり牡蠣小屋は一人で来るようなものではないということですね。はい、なんか雨も降ってきたんでもう帰ろうと思います。それでは今日もありがとうございました。皆さんバイテテル。